フォルツスタイル。というわけで秘密の地下基地に秘密基地にやってまいりました、はい、すごいですね。だからこの辺の新しめのアストンマーティンもお得意なんですよね。そうですね、はい、これ両方売り物ですか。これは両方売り物、ここにあるの全部売り物。これ DB、 これ DB9、 9、はい、あ、中がおしゃれ、まあ、年数も経ってるんですけども、はい、あの買いやすいですね、はい、これ V8？ これも DB9 です。あ、これも DB9、 これもクリスタル機でやってますね、12気筒です、12気筒です、はい、これも9、これは09、こういう方は09モデルですね。ちょっと7、800万で12気筒のレジで、まあ買ってからもちょっと大変なのかもしれない。やっぱりお金がかかってますの で、はい、で特にこれは走行距離が確か、まだ8000キロとか、そんなもんなん、はい、6000キロとか、じゃあこっから一番楽しい。そうですね、これシートなんかもこの汚れやすいホワイトレーで、あ、どうですか。まずこのキーをここに入れて、そうですね、赤くなります。だから全部ボタンで、でシフトナーはここでも、すごいね。こういう内装は、はい、内装凝ってますね。この素材アクセサリー入れみたいですね。パドルシフト、そして特徴はここにシートの操作ができるようになってるんですね。すごい美しすぎます。おしゃれだよね。よくあるのはやっぱりその紫外線とかで歯が縮んでくると、もこの辺が全部浮いてきちゃいますんで、これを直すとなんとそうですよね、はい、ちょっと夢ありますね。 DB9 はすっげー相場が安いから、うん、今年一番買うべき車、中古の DB9 だって書いたんですよ。あ、なるほど。でもメンテナンスがそうベラボに高かったら、おめえこんな野郎って言われちゃうから。まあそれはそうですよね。だって新車が3000万ぐらいしたんでしたっけ。そうそう、2500、ね、だからそりゃトヨタ車みたいにとはいかないですよね。そうですね。これも中ちょっと見せていただいても、すごい。ステッチの色も選べますし、うん、もう天井のリフライダーの色ですとか、うん、もうそういうのは、あとハンドルのツートンにしたりですとか。ちょっと座ってもいいですか。あ、もちろんです。いやー、すごい。いやー、これは本当に悪いことしてる人みたいだ。いやー、ジェームスボンドですね、これは。ミサイルが出そうな。これ押すと、ね、巻き菱が出てきそうな。だったんですよ。ボディもカーボン使っていて、屋根はカーボンですね。そうですね、カーボンのチーム。ウィングとかこの辺のディフューザーもカーボンで。あ、なんだこれ、すごいぞ。限定100台で、限定100台12番手 GS をベースに軽量化したもので、だからカーボンとか使って軽量化して、そうですね、ガラスも、確か、ですね、通常モデルとは違って、ガラスも薄いんですか。はい、ガラスも薄いですね。でもあのドアの内張りなんかも全てカーボン。これ本当公道を走れるちょっとレーシングカーみたいな。これはなんか街で見たことないですね。これは世界限定で100台。あ、世界で100台なんですね、はい、じゃあ日本にも本当に数台。そうですね、数台。すごいね。これは特別ですね。昔のアストンマーチンってさ、このオレンジなんだよね、口の周りとか。
あのル・マンに勝った頃のさ、うん、そうですね、うん、伝統なんだよね。これがだからさっき言ったアンドリュー・ガウチさん100分の27、こう組んだ人の名前でしたっけ、うん、そうです、はい、で発売当時もすごくこういう面白い車を作るんだなというアストンマーチン、はい、皆さんここがアルミの鋳物ですよ。このアッパーがスチールじゃないんだ、これアルミの鋳物だね。でも最近のあのちょっとアルカンターラっぽくない感じがすごいですね。やっぱ特別なんでしょうね。ちょっと肉厚ですね。でもまあ100台だからね、こうあるだけで勝ち。すごいですよ、これあの時ちょうどアメリカと中国にはあのデリバリーがなかったんですよ。あ、そうなんですね、はい、ですので、まあ、例えば25年規制ですとか、うん、それが外れた時にこういった車、うん、そっか、はい、アメリカに、アメリカに可能性があると。その時は EU 圏と日本だったんですか。そうです、はい、工場移転後のバンキッシュ。あ、そうそう、DBS の後のフラッグシップで経営が変わる前の最後の、これの前 の、はい、あの03とかのバンキッシュってまだ流通してます。え、まだあの流通してます。ボディがフルカーボンなんですよ。あ、そうなんですか、はい、え、リアもですか。でこれはさらにカーボンパッケージって言いまして、まあ、こういったところがまたカーボンになっているっていう、贅沢な、ね、よく見るとこう切り欠きとか全然違うよね、 DB9 とはやっぱり。黒子っぽく、そうですね、ステッチが入って、シャンパンの 泡をイメージして、シャンパンの泡をイメージして、泡ですか。すごいね。で、愛理ちゃんが座るとスペクターに潜入した女スパイって感じしない。あ、すいません。おー、上のステッチもおしゃれですね。イギリス人も踏むとき踏みますからね。そうですね。全然全然ジェントルマンのその言葉のイメージとはまだ、いや結構あのジェントというよりも荒いですね。ですよね、はい、でしかもこういう高級車も結構本当になんか乗りっぱなしとか、あのだから飛び石とかを結構するしても気にしないんですよね。1890万円、DB9 が2台買えるんですね。これはタチトロニック3っていうあの一番最後のファストクオートバーになった、あ、はい、一番熟成の、そうですね、熟成されて、はい、あ、すごいね、やっぱそうこの針、はい、この針のこのこメーターがかっこいいですよね、この位置ね。もうそこは見なくていいと、見えるところが左側はこういう風に動いて、右側の回転系はこう、アクセスどうだろう、こういう風に、だ低速低回転は見えなくても OK みたいなね。いいね、潔よし。エロいな、しかし見た瞬間にもいいと思う、オープンとこのクーペスタイルがあったと、はい、だからセダンとかだと向こうだと当時首相が乗るような、リムジンみたいな。クーペもボディスタイルがサガートとこの、はい、トゥアリングと あとピニファリナ3つあって、でこれはあのトゥアリングなんですけれども、はい、横とか後ろから見たデザインが美しすぎて、うん、もう一目惚れですよ、ね、こういうのをこうコモコの別荘に置いとくとね、これ1台あるだけでもビラテステみたいなね、そんな感じですよね。まあランチャってもともとねラグジュアリーなブランドですからね、ラグジュアリー、はい、レースもやってましたし、でカロッツェリアツーリングです。そう、まあ昔からあってランボルギーニの350とか400とか、まあ、その辺を作ってもいたんですけど、パイプフレームで非常に軽いシャーシを作って、軽量なスポーツカーを作ってくれていました。現在はザガートの参加だと思います。得てしてね、ピニーファリーナとかザガートは今も残ってるからすごいってなるけど、はい、トゥーリングもやっぱすごかったんですね、はい、いや他の、まあ、ザガートはもちろんすごい好きですけど、まあ、個人的にはこのラインの方が、うん、ここから見ると DB4 に似てますね。やっぱりあの、まあ、色もちょっと、はい、あのそっち系なので、あのなんですけど、この雰囲気はもうこの車しか出せない。おお、
でこれもあの向こうから取り寄せて。あ、そうなんですか、あるんだ。この辺なんか20個目ってなってるんですか。スペアが入ってます。そうですね、スペアが入ってます。これがですね、あ、V6、この6という V6、あの6気筒の、トリプルキャップという感じですけど、このエンジンはこれオーバーホールして水回りですとか電装系ですから全て引き直してやっております。こういうところも結晶塗装ランチやって字がね、いいよね。はい、もう完全にこうフロントミートシップなんですね。はい、そうですね、そうです。これは特徴、まあ、ツインキャブのものとトリプルキャブのものと、2種類あってですね、このトリプルキャブの方は台数少ないですね。サイドブレーキです。あ、そう、さっき聞こうと思ったんですよ。なこれ、これはなんだ。後でのりちゃんに聞いてみよう。じゃあ行きます。はい、おたったこれだけなんですけどね。うわ、楽しい。本当に普通にあのこれ、ね、例えば横に箱やとそういう感じも全然いけちゃいます。わー、やだー、短い。内装なんかも結構なんですかね、一個一個ちょうどいいみたいにこういうところ細かいところですね、すごくイタリアンだなと思って。すごい、こだわりと好きで溢れてますね。そうですね、これは本当になんか個人的に乗りたいぐらいの。坂道とかも結構なパワーで登っていきます。そうですね、60年代 2.5 リッターぐらいのサイズ感ありますんで、トルクは十分ですね。あとキャブも通常よりもパワーアップしてるので、ね、高速道路なんかも本当に快適に。いいですね、これはなんか旅はいいぞ。足元もおしゃれだ。バックスタイルもいいですし、はい、ちょうど2人でなんかドライブ行くのちょうどいいぐらいの、狭すぎず。本当ですね、ここは開けられます。これ三角窓、これこういうふうな形 で、はい、でこれがあるとないとでは結構本当にちょっとしたことなんですけど、あの夏っていうか、まあ、あの初夏ぐらいでしたらここから風が直に来るので結構耐えられるというか。で、そうですね、あ、そうです。こういうパーツ、こういうところのパーツが、はい、でこれウインカーなんですけど、おー、そうなんですよ、こういうところがやっぱりすごいしゃれてて、一つ一つこうなんかこうなんか大事にしたくなるような、はい、はい、いやー、ロマンだわ。いい景色が見えるんでしょうね、また。これもちょっと可愛いですし。はい、可愛い。こんなところに灰皿があったりとか。あ、それ灰皿だったんですね。で、本来ここに、まあ、オーディオを入れる方はオーディオ、はい、オーディオを入れるようなところなんですけど、ここも、この蓋も、ちょっとあのわざわざ注文して、はい、ランチャー入ってるんですよ。いやー、こだわってる。可愛い。ね、この川も。そうですね。ここの明かりもね、中古車らしい温かいレトロな感じで良かったです。あと光り方も結構。ね、こっちよ。ぼんやり。いいです。使ってる素材が、そうですね、使ってる素材が一つ一ついいなっていうのは感じますよね。ランチャー、あの高級車
はい、はい、手が本当に乗ってみると分かります。いいなこの振動が、はい、ありがとうございます。いい思いしちゃいました。アストンとザガートの、まあ、コラボレーションで、はい、アーキッシュザガートボランティアという、イギリスのアストンワークスに直接を直接に入れて、はい、登録したものなんですけれども、このミックシルバーって言ってもなんとも言えない。いやあの二条城はすごかったですね。そうですね、私も行って、はい、あそこは本当に良かったですね。ザガート祭りで、はい、ああいう中にあるとね、トヨタの MRS もなんかいいかなって感じ並んでですよ、メインがザガートだったんで。いや壮観でしたね。通常ザガートですとこう金バッジなんですよね。もうこのステッチとかも実は金なんですよ、本来。こういうあところが全部金色のなんかちょっと派手というか、やりすぎなんですけど、うん、それが嫌なんでちょっと押さえた、押さえて、このステッチも確か金色なんですよ、本来は。本来はこのなるほど、ザガートもそれがちょっとということでね、モータージュ全部素晴らしい、はい、金をなくして。すごいですよね、これ全部ね、桃色クローバーじゃないですかね5色入れるあ、上がるんですか、はい、これも違うんですか。これももう全然違うんですね、ザガートだけの。これだけだから部屋に飾りたいですよね。それぐらいオブジェ要素というかアート要素が。吉野さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。いやすごいですね。なんかちょっといろいろ麻痺しちゃって、1000万ぐらいだったらなんか買えるんじゃないかなとこうすいません、勘違いしちゃいました。まあ、結構皆さん、ちょっと車最近どうかなと思ったら、はい、あそこに行ってテンション上がったとか、はいはい、あともう一回ちょっと乗りたくなったとか、うんうん、そういう感じでたまにコメントいただくので、うん、やっぱりああいう場所があるとちょっと面白いかなと思って。いいですね、はい、だから割と新しいものもあって、日常的に乗れるものもあれば、かた、はい、やまあ半世紀以上前ので、はい、こうイベントのラリーとか出るような、はい、こう本当いろんな夢が広がって、はい、ね、楽しかったですよね。まあ、なんか自動車する趣味ってなんか決まったタイムラインだけ追うっていう方法もあるけど、うん、もっと広いと思うし、でも DB9 の値段聞いたら乗らなきゃ嘘だろうと思うよね。だっておすすめしてたんでしょ。うん。そういう原稿を書きました、ね。しかも比べられたしね、あそこだと。そうだから、まあ角さんのとこは。ポルシェ、アストンだけじゃなくていろいろまあありますので、ぜひ、まあ、こういうクラシックだけじゃなくてね、992とか、うんうんうん、991とかありましたね。そういうのを探してるとか、はい、うん、まあ、目利きのところに車の情報って集まるんでね、うん、ぜひ皆さん、そう、ご相談ください。よろしくお願いします。またぜひお邪魔して。ありがとうございます。今日はありがとうございました。ありがとうございました。お世話になりました。